いわき市にある選果場では、今朝ベトナムへ向けた県産の梨の出発式が行われました。ベトナムへの輸出は海外での販路拡大や風評の払拭につなげようと4年前から続けられていて、今年はいわき市産と郡山市産の梨合わせておよそ9トンを輸出する計画です。県産の梨は味の良さからベトナムで人気となっていて、今年は例年より少し小ぶりですが、糖度は12度で甘さは十分だということです。一方、新型コロナウイルスの影響で現地を訪れての PR 活動ができないため、 SNS を通じて情報発信していくことにしています。行くこともできないというのが現実でございますので、こんな年だからこそ安全安心な新鮮なものを届けようという強い思いで前を向いて進んでいきたいと思っております。今日はベトナムへ向けた第1便として、いわき市で取れた幸水およそ2トンがベトナムへと出発しました。出発した梨は来月中旬にも現地に到着し、1個およそ600円で販売されるということです。